サガラコーチチャンネル。はい、どうも、日々ゴール編集、サガラコーチです。僕って電車乗るとき、いつも飴舐めてるじゃないですか。今回そんなことはどうでもいいんですが、ツイッターや様々な場所で、あなたの番です、考察というツイートばかり見かけるんですが、実は私、一度もこのドラマを見たことがなく、ツイートの内容から判断するに、とりあえず人が殺されてしまう話なんじゃないかと思っております。というわけで、一度もあなたの番ですを見たことがない私が、人物図だけを見て犯人を考察してみようと思います。まずはネットで拾ってきたこの人物図をもとに犯人を考察していきましょう。あ、結構登場人物多くないですか？人物の上に番号が書いてあるので、あ、同じマンションに住んでいる人の話ですかね。ってことはマンション一棟で話が終わるので、半径50メートルぐらいで話が完結するっていう解釈で大丈夫ですかね。あ、でも NHK の受託法人、まあ、訪問員が登場人物にいたら、まあ、半径50メートルじゃ済まないですかね。まあ、今回そんなことはどうでもいいんですが、まあ、さて前置きが長くなりましたが、登場人物、見ていきましょうか。まずは502号室。写真がグレーになっている人は、すでに亡くなっていらっしゃる方ってことですかね。ってことは今ご存命なのはお年玉500円おばさんですかね。まあ、毎年500円ずつお年玉を増やしてくれそうな表情なので、おそらく犯人ではないでしょう。続いて502号室。あれ、かぶってますね、部屋が。あ、さっきの500円おばさんは元住人ですね。もう退去してると。失礼しました。現住人の南さん、証明写真でちょっと笑っちゃうタイプの人ですね。おっちょこちょいな感じがするので多分犯人ではないでしょう。そして501号室の佐野さん、ちょっと悪そうな顔をしてますね。この人が犯人だとあからさますぎるので違いますね。続いて4階に下がりまして、404号室の写真部のエース、まあ、こういうタイプは意外とカッとなると怖いかもしれないですね。ちょっと候補に入れておきましょう。そして403号室のカエルマニア、まあ、部屋で両生類たくさん飼ってそうですね。402号室は、家族ですかね。右から、パセリ、ギャッツビーのワックス、とても真面目。そしてこの木村多江さんって結構ミステリアクな奥さん役多くないですか。急に思い立って刺しちゃうみたいな、まあ、ちょっと候補ですね。そして401号室の私の世界観、口癖はおそらくいい加減目覚めなさいですね。続いて304号室の、3階なのに二階堂忍、ちょっと名前が間抜けなので違うかなと思います。303空室、あ、マジか、とても怪しいですね。まあ、何かあったんですかね。まあ、ちょっと置いときましょう。で、302のインスタグラマー、まあ、爽やかなのでちょっと裏がありそうですね。そして301のこの髪型は顔に自信にき、ちょっと自信満々な感じが犯人ではなさそうですね。続いて2階に移りまして、悪そうな顔だけど根はいいやつ、まあ、絶対違いますね、犯人ではないですね。そして203の、あ、これもご家族ですかね。カービィ、ラーメン屋、インシーかと思ったんですけど、シンイーって言うんですね。まあ、僕が原作者なら絶対こいつを犯人にしてますね。まあ、どれだけインシーに辛い思いをさせられたかってことですよ。まあ、ちょっと振り返りますけど、さっきの空室がやっぱり怪しいんじゃないかと僕は思いますね。この人物図だけで見ると、空室っていうのはちょっとおかしな話ですから。まあ、例えば誰も住んでない不吉な部屋だとしたら、下から工作をして、その部屋で何か怪しい動きをすることは可能ですよね。なのでやっぱりこの空室の下の部屋が怪しいと思いますね。